奪えちゃうのこれ。離陸できる。マシンに嘘。奪えた。何も得られなかったな。何だったんだマジで。もう一回着陸するか。やるぞ。逃亡っていうね。この地域では宇宙服が必要です。え、めちゃくちゃ宇宙服着てるけどダメなんこれじゃ。あ、やべえ。直ちに避難すること。めちゃくちゃ寒いんだここ。え、ん？こんなところに船？なんだあそこ。で、ちょっとなんかあそこに船が降りてたんだよな。待って、マップ。いやでも結構遠いな。足で行くにはだいぶ遠い。船でワープもできる場所じゃない。なんだあそこ。足で行くしかないけど。惑星の距離感わかんないんだよな。なんか近そうに見えてもありえないぐらい遠いからさ、さっきから。こんな星に人類が拠点を置くというよりは、まあ採掘場かな。人類が住むような場所じゃないもんな、多分。一応戦闘準備しとくか。人はいるかな、これ。場所を発見。いや、こんなとこに人はいないだろうな。さすがに。え、いる。え、何してんのこんなとこで。どうした？入植者。え？あ、やっぱ採掘してんのかな？あ、これさっき降りてた船だよな。失礼。あ、よかった。人がいた。船が故障してしまった。あ、サブクエだこれ多分。サブクエ。修理が必要でね。もしかして宇宙船の部品が余ってた。いやー、ちょっとあんまないかもしれない。俺たちの船の応急処置に使えるかもしれない。3000クレジット。いやー、どうする？一緒に探すか。部品ね、なかった。あんま今ないかもしれん、手持ちが。3000クレジット。いや、ちょっとそれは申し訳ないな。この辺ないのか？そう。探せ自分で。そうだな、じゃない。探せ自分で。何か見つかった？これ勝手に直そうぜ。じゃあ入れないかな。いや、開いてるぞ。入れるのかな。さすがに入れたりしないか。あ、待って、おい、これロック解除したら、ピッキングしたら入れるぞ。あ、でもピッキングスキル足りる？これ。うわ、ダメだ。ピッキングスキルが足りない。難しすぎて。お願いだ。ああ。痛手だが、死んだらクレジットも使えないからな。あ、どうもどうも。うん、どうもどうも。わかったよ。こんにちは。なんだ、なんかあんまいい気分じゃないな。部品渡したけど入れるようになってない？治りましたか？ダメか。技術のセキュリティ、これ？あ、ほん。いや、アドバンス、あ、いや、いけるのか？アドバンスじゃなかった？待って。アドバンスじゃん。アドバンスいけるよ。セーブセーブ、一回セーブ、一回セーブ。さあ、どんなもんや。うわー、細かい。なんか間違った気がする。いや、いける。いける。お前動くね、そっから。誰もいないよな、なんか。やべえ、船内広い。広いぞ、これ。待って。しまった、バスコを連れてきたのは間違いだったか。あ、こっちだ。おぉ、めっちゃ広い、この研究所。研究所が広い。今のところ全然広い。え、これほん、え、ガチで奪えんのかな。え、奪えちゃうのこれ。離陸できる。足に嘘。奪えた。3000円もらって奪えちゃった。
え、いいのこれ、奪えて。やったいや、ぜ、やばい、今の船より完全でかい船手に入れたんだけど。前の母船はあなたの艦隊に追加されました。今前まで乗ってたのも乗れちゃうと。やばい。あ、いやいや、あのおじさん、どうでしょう。あのおじさん、あの極寒の惑星か衛星に3000円も失って置いてきぼりやん。いや、でかいでかい、やば。これ買ったらさ、今の全財産 3,4 倍ぐらいするよ、多分買ったら。おお最高かよ。ちょっと船内探索しようぜ。職業コックにしたんだけど、まあ、ギャングスターみたいなことしてるわ。でっけえ、嘘、でかでかでか、今の前までの船の2倍どころじゃない、3倍はあるぞ。で、え、こんなでかかったっけ。でけえ、これ3000円もらって手に入れちゃったの。まともにまっとうな人生なんて送ってられねえな、こんな。で、ここがまず、え、ルームツアーね。ルームツアー、今日は僕の自慢の、宇宙船を紹介したいと思うよ。ルームツアーだね。まずこっち右行くと、ここは調理場だね。調理場、キッチン、まあ、ちょっと散らかってるけど、うん、キッチン、まあ、ここで、IH ですね。 IH 調理ができちゃうと。はい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 。なんか作れるかな。材料がない、材料がない、何もないです。ここは僕の、まあ、職業一応コックにしたからね。うん、持ち帰りのカップもあるよ。で、左一応、まあ、ベッド、まあ、簡易的な2段ベッドだね。2段ベッドもあり。ちょっとまあ散らかってるけど、まあ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 。なんか誰かいたんかな。こっちは、研究室ですね。広い。今の研究室、今って言ったら、いや、今はこれなんだけど、前の研究室はね、これ1台しかなかったんだけど、もう、何台あるんだこれ。1、2、3、4、4台もある。しかも、お、収納までついてる。何これ。これ知らない、これ知らない、これ今の、これ宇宙船、宇宙服を改造できるのか、これ。武器、武器、まさかこれ武器、武器カスタマイズや、武器カスタマイズができる。すごいぞ、これ、この作業台カスタマイズで、ショップで買ったらいくらするかわからないけど、ここがあれだね。まあ、コックピットですね。わー、広い、でかい。補助席もあり。うわー、いい眺めっすね。でかい。本当に今までよりでかい。ちょっと汚いな、この辺な。ちょっと掃除します。ちょっと、蓋も掃除します。掃除、掃除。ちょっと汚いからね。うん。なんで汚いのかわかんないんだけど。あ、でもなんか、カスタマイズできない。登録してや。一旦登録しないとアップグレードできないんだ。リアクター構造。これだ。これが船のカスタマイズだ。左舷の窓とか、上部の窓とか。やばいやばいやばい。細かすぎる。何これ、気持ち悪い。3000クレジットもらえて、初期より大きな船がもらえる。これは攻略サイト乗りやな。所持品、そうだよね。物を預けるスペース増えるんじゃない?これもしかして。例えば、貨物室を買いました。自分でこれどこに置くか設定するの?これ。貨物室を拡張したら重すぎるのでエンジンを強化するか減らしてください言われました。ほら。え?ガシャン!どう?フライトチェック。全システム正常。船の名前を変えられるぞ。おい、どうする?どうする?これ。いいですか?これで。盗難船グリーン。一旦これで行こう。でかい。ね、見て、これさ、今、左下にね、ゲージあるじゃないですか、エネルギーの。で、例えば、この、バルカンとかな、その、攻撃系に、火力に振ってるエネルギー分を、全部、エンジンに回すと、早ーい早ーすげー大出力だよ、これ。あ、ほんとだ、あれだ。さっきね、下に、
船体のあの左右下にくっつけたエンジンがちゃんとあるね。おっと、なんだ、敵がいる。よし、じゃあこの東南戦グリニャンの力を試してみようか。で、ミサイル系に割り振り。オッケー、戦える。あ、ビーム、ビーム、ビーム兵器だと。2機か、敵は。すごい、ビーム兵器だ。え、ミサイル、よし、一つ、圧倒的じゃないか。待って、シールドオフライン、シールドオフライン。うおー、この火力強い、強すぎる。これが東南戦の威力なのか。